日本で唯一の1の類型、神戸橋過去に存在した1の類型、平洋橋時代の名鉄犬山線犬山橋、2の類型、長野電鉄の村山橋、3の類型、関西国際空港連絡橋、上段が自動車道路、下段が鉄道、3の類型、上段が鉄道、下段が道路、鉄道道路平洋橋は、 鉄道と道路が一本の橋を共用する状態の橋のことである。河川などに対する河橋に際して道路と鉄道の橋をそれぞれかける予算がなかった場合などに共用橋として建設されることが多い。後に交通量の増加などで並行して橋を増設して道路と鉄道を分離、解消した事例も多くある。起動法に基づく路面電車は道路施設の一部であるため、 平用橋には含めないことがある。他方で、モノレールや新交通システムは含めることがあり、この点に関する明確な定義は存在しない。本校では、モノレールと新交通システムを含むものとして記述する。3を含めず1と2のみ、ないしは1だけを、競技の鉄道道路平用橋とすることがある。鉄道と道路が同一平面に併設され、 鉄道と道路の走行域も共用となっているもの。鉄道と道路が同一平面に併設されるが、それぞれ走行区域が分離されているもの。鉄道と道路が上下に分離して付設される場合。シドニーのハーバーハイウェイ。写真中央で右から橋の方向へ向けて鉄道が合流しているのがわかる。武漢長江大橋。上は自動車道、下は京光線が通る。 新幹線と車が同じ橋を並走に本発、新幹線と道路の平洋橋東上へ引く乗り物ニュース、2017年1月24日。ありがとうございます。